どうもこんにちは、生命の粉塵です。今至急で動画回してるんですけど、カズヤがひしめくこの魔境のスナブラで、とんでもないね、攻略法というかバグみたいなもんなんですけど、カズヤ対策委員会会長としてはね、見過ごせない内容がありまして、カズヤのですね、この転ばしちゃうぞ切りあるじゃないですか。で普通はこんな感じで一回転んで次起こされるみたいな、こんな感じなんですけど、なんとですね、これルフレの、トロンを撃つじゃないですか。そうするとですよ、これやばくない？これわかります？これこけないんですよ。だから何がやばいって、ルフレトロンを一回撃っちゃえば即死がつまり効かないってことなんですよ。なんでルフレを縛いていきたいと思います。それでは行きましょう。いきなり来たよ、カモが。カモネギですか。あれは鍋の季節だから助かるな。知らないんだろうな。やっぱ日頃からね、情報収集をツイッターで欠かさない人間がやっぱ対戦で勝つんですよね。戦う前から勝負はちょっとビームやめてもらっていいですか。戦う前からもう勝負は決まってる。トロンを、トロン撃つ前に即死コンボ初めてやめてもらっていいですか。でも今日は知的キャラでいきたいと思いますからね。もうよく言うじゃないですか、戦う前から勝負は勝ってみたいな。はい、トロンを撃っ、おかしいだろ。ハロウィン近っ。もうその見た目でお前忘れてた。反射持ったの鏡ミラーミラーミラー。でも即死コンボの心配ないんで、即死がないカズヤとかもあれですからね、もう飛べない豚、種のないブドウ、カブトムシ、廃墟の町、イチジクのタルト、カブトムシ、カブトムシの町。ちょっと私の中のプッチ進歩が出てきてしまった。カブトムシ、廃墟の町、イチジクのタルト、カブトムシ。いやちょっと待って、でもちょっと待って、オッケーね、見た、今見ました。ほら相手今動揺して一瞬止まったもん。だってなんでこけないんだみたいな、動揺しすぎじゃない？動揺が操作に出ちゃったんだよね。これ夕焼け小焼け歌おうかな今日は。どうやって殺すん？100蹴りー。サムスンか。いやー、死者購入したら風やかな。ギリギリビーム出すしで黒いしね。横 B が強い、崖に落ち、普通に横 B の後付きでかいから適当に振るとよくないけど、とりあえず横 B 振っとけばなんとかなるって感じ。普通に今回あれかね、ルフレ使ったの別にこけないって理由じゃなくて、トップ20ぐらいには入る、幅でか、そのぐらいには。あー、上空1メートル、ディズニースカイの名物アトラクション、回転にあんまりの対になるね。これ意外と、ルフレをね、これが強い、溜めながら振っちゃうみたいな。あ、着地舐めすぎじゃない？舐めすぎ。地に足つけらんないね。もう二度と大地を踏むことはできない刑に処します。粉バリ君、粉落としと多分バリ方が好きなのかな。私も硬い方が好きですね。もう2秒とかでいいもん。ほんとルフレのサンダーブレードあるじゃないですか。これどういう条件、29個、強どういう条件で発動するのかまだ私知らないんですよね。スマッシュブンブン振ったらいつの間にほら出てるみたいな感じなんで、ボルグサンダーブレードになってることが多いんで、私にぜひ教えてください。横 B の空出したが出ない。着地舐めてんだよな。でも相手そこうまい感じにトロン打っといて、一旦こけるかもしれないしね。弾く、サンダーないけど、なんもないよ。電子書籍完成。空か、切り上げたらカズヤかな、ギリ。人間だしね、毛量すごいし。空って点灯させる技、これ点灯しないバグあるじゃないですか。これ別にカズヤに対してだけ無敵の人になるわけじゃなくて、点灯系の技を全部無効化するんですよね。よく受けたね今。うわ、サンダーサバヤンとかできた。ロボットの射教とかもうこれ普通にとんでもないよね。普通にスナブラはもう調整されない的なこと言ってたけど、多分一緒だから。このまま死んだ、これ死なねえけど、うまいよこの人。普通にやっぱビップの空は動きがね、空自分で使うたらなんですけどね。なんでマジックも点灯って感じ。点灯、マジック点灯、優勝まで120ゲーム。これ帰ってこれなくね。よーし、でかい。このレベルの空に先手を取ることはでかい。だからもしまだね、こんな感じの三日月綺麗だな、ちょっと編集で顔描いててください。ソウルイーターの月みたいにそんな感じにしてください。やべ、ミスった。意外と復帰の2発目が当たらないっていうね、あれがあるんですけど、特定のそれはいいわ、入ると確定か今の。だからダメージもしかしたらさ、特定の技の出し方によってさ、技を受けないダメージ無効みたいなバグがもし発見された場合ですよ、どうなるんかね。大会とかじゃんけんで決まる世界なんじゃない。チョキを練習しとこう。ちょっとうまいな、この人。ステップがいい感じに間合いを使わせてくれない。 OK、 下スマはめていく。鍵振り回しすぎだなこいつ。体育教師かよ。どこでもピッキングできそうだな。いいな、空。ディズニー持ち物検査されるじゃないですか、入ると。だから空がディズニー入るとしたら、その鍵は凶器になるのか、果たして鍵として許されるのか、ちょっと気になります、私。危ない！下京の上スマの破壊力たるがゆえ、一回空だでずらしといて、崖つかめないの下手すぎる。上がるのむずくない？空から崖。これ死ぬ？死なない？やばい。もう、やばい。たとえ晩酌付きだとしてもね、1万と1つ目の、手立てがきっとここにある。まだあるね、まだあるぞ。すごくない？こんだけ崖で粘ったら勝てる。
ちょっとね、ちょっと一生満月綺麗ですね。告白ポットなってんだけど、どうぞ最初からやれ。それ崖ではめちゃえばいいんだよな。横尾で調整下手すぎんか。1か0やん。場所挿入の時も失敗するんだろうな。ちょっと場所わかんないってもっと左みたいな、 X 軸ずれちゃってるみたいなこと言われるんだろうね。 OK、 これメテオします。うまい。え、メテオじゃないの今の。クラムさん、あ、壁埋まっちゃった。クロムさん、マリオ64のすり抜けしなくていいから。クロムさん、ムケバグしようとしちゃった。決めます、今度。OK、マイク。結構シビだな。なんか崖外で、なんか上火の1段目当てて、自分は崖上に戻って、スマッシュ当てるみたいな、なんかルフレの行動テクニックあるらしいんですけど、絶対できないな。ルフレ使いは多分できるんだろうけど、俺は多分そういうことできない。崖。OK。あー、ベクトル構成みたいな感じで、なんかいい感じで飛ぶんですけど、まあ、これは死ぬのは OK 牧場。OK 牧場ってなんかおっさん臭くて、やだな、若い子言わなそう。若い子なんて言うんだろう。吉北侍とかかな。それにしよう。OK。ジャンプ使ってる。せーの、ヘルサンダー。これはね、これはカズヤです。もう考古学的な観点から見ても、理系的な観点から見ても、これはカズヤですね。一律 98%。なんとか死なない。トロン貯める。一旦トロン逆に打ちます。これ無理なんで、マジで。跳ね返されてるし、溜まったもんじゃない。それで死ぬのが、一番なんかも相手の思うツボっていうか、ニヤニヤしてるんだろうな。いや、相手の横火うますぎ。あー、繋がんないんだ、横火の空だから、あの、横火って。あれ、繋がると、持続長すぎだろ。おー、なんだ今の。今なんか、崖キャンみたいなしなかったよ。NB で。可能性感じた、可能性の獣感じたんだけど。いや、ビビってるとこ、意味ないじゃん、それ。結局、相手が転ばしてくる技しないと、俺のトロン意味ないんだよな。カズヤの驚いてる、カズヤどうやって喋るか知らないんだけどさ、俺の想像では回避を見せたのに死なないんですけど、俺の想像ではあの、ふん、鼻に水やりなど男はやらんべし、男なら雑草も素手で食えみたいな、そういう話し方だと思ってるんだけど、でね、上がれねえ、崖下手なのかな、俺復帰はうまいんだけど崖の展開が難しい。 OK、 この起き上がり合わせていく感じうまい。殺し、燃えレックのカリスマと頂点を制する者は展開をも制する。今のレッグーダーじゃない、完全にトロン打つ。これ一日さあ、溜まったんだ。レジュラブ 40% って何、減価率じゃん。もう 40% はおかしいだろ普通に。トロンがうまい。あー、空港でよかったけど、めあれが溜まってると知らなかった。俺が崖上げない番、今度は俺の崖の展開のパターン。崖上がれるの難しいからね、ルフレから。これいつ出るんだよサンダーブレード。空車のサンダーブレードじゃないんかいって思うんだけど、ルフレのトロンって結局これ持続なんですかね。ストックを持ち越してもできるのかどうなのか。いや下手くそ、復帰阻止185ってバランスすぎないか。クーダラ決める。おしゃれきた、これ見したかったのよ。結局ルフレってね、 NB のクーダとか横 B のクーダとかいろいろできることがあるんで、こけないよ。こけないけど意味ないじゃんそれ。ちょっと俺が分かってんのにビビってさ、から頭の中に回避しなきゃっていうあれが残ってるから結局回避しちゃうっていう。でも効かないからね。それ何、最近の風邪扱い、急に、なんか最後の方困ると10連コンボで終わらせようとしてくるんだけど、流行りなのかな、トレンディーなのか、もしかしたら。こっから勝ったらマジ、普通に。いや、俺、いい加減勝ちたい、もうこの風邪に悩まされてる時代から、済まされたいというところではあるよ。OKOK、77%、意外と勝てるんじゃないか。まだいける。だって、どうする、何で殺す、それ、意味ないやん、もう俺の今日の動画。